はい、勝吉です。今回なんですけど、自民党が衆議院の解散を匂わしてますね。この件について思ったことは、自民党は公明党との協力をやめるべきですね、と思いましたね。まあ、なんでかっていうと、僕がいつも選挙の時に入れてる政党についてお話ししようと思うんですけど、僕はいつも自民党に入れてるんですね。まあ、それはなんでかっていうと、消去法なんですよ。まず労働組合が好きじゃないのと、あと宗教団体が好きじゃないのとは、あと新しい政党は逆張りなんで好きじゃない。で、関西人が嫌い。なので自民党にしてるんですね。で、僕がね、最近思うんですけど、公明党の協力を得て、かなり票田を得てるのは僕も知ってるんですけど、多分ね、今後ね、公明党の協力を得る方が、中間層っていうのがすごい多いじゃないですか。無党派層。無党派層は入れなくなると思うんですよ。公明党の協力を得た方が。だからもう別になんか、YouTube とかで声がでかい方が、公明党の票田をもらうよりも、いいんじゃないかなっていうのを思うんですよね。あと僕が個人的に、公明党と選挙協力するんだったら、ちょっと自民党入れたくないんですよ、正直。だけど、それ以上に、ちょっと、労働組合とかが好きじゃなくて、あと、教員組合とかも好きじゃなくて、まあ、共産党に関してはちょっとイデオロギーの問題もあるんですけど、まあ、基本僕のオンポリなんですよね。で、学生の時に、道端に立ってる全学連のやつ見て、バカだな、こいつは、ってずっと思ってたんですけど、で、なんであれ、あと、なんでね、頑なに連合系の、立憲民主党とか国民民主党に票を入れたくないのかっていうのを、労働組合が嫌いっていう理由もあるんですけど、昔、学校で、みんなの前で、俺のことを泣かしてきて、恥をかかした、教員の髪型が蓮舫にそっくりだったんですよ。それもありますね。だから、まあ、立憲とか国民にやりたくないのもあるんですけど、だから、自民党に入れるから、何が言いたいかっていうと、自民党に入れるんで、公明党と協力するのやめてもらって、別になんかね、日蓮宗とコラボするのは全然僕はいいと思うんですよ。だから日蓮聖宗とか、身延山とかと、から票田得たりとかね、するのは全然僕は構わないと思うんですよ。まあ日蓮は結構結構過激じゃないですか。だけど、まあ別に日蓮聖宗とかとコラボする分にはいいんですよ。富士山のポス、新聞のね、某団体とは困りますけどね。だから別になんかね、別に日蓮自体とコラボすることは別に構わないんですけど、宗教団体にちょっと嫌悪感があるんですよ。まあそれは何でかっていうと、羨ましいんですよね。で、僕もアムウェイみたいに下から上にこう吸い上げる方式をね、いつかね、実現したいなって思ってたんですけど、あれじゃないですか、宗教って、商材すらないことも可能じゃないですか。まあ、SG 仏壇とかはそれありますけど、元々の教えっていうのは、お金がかかるものじゃないじゃないですか。だからそれはすごい賢いなと思うんですけど、だけど、なんか、PL 教団とかが、とか、あと創価学会とか、そういうのが出てきて、で、幸福の科学とか、いろいろ出てきて、そういう時期はもう過ぎちゃってて、今から新興宗教を開こうとしても結構厳しいものがある。だ生まれた時代がちょっと遅すぎたんですよ、僕は。それはちょっと嫉妬の気持ちもありますけどね。だけど俺は、自民党と公明党がコラボするのはちょっとやめてほしいんで、協力やめてほしいですね。まあ、ただ自民党内にいる公明党からの支持を取り付けないことを売りにしている右翼議員にはちょっと賛同できないですね。どっちかというとハト派なんですよ。で、あと自民党ってなんか人数無駄に多いじゃないですか、AKB みたく。そこも自分的にはいいなと思ってるところで、人数がいっぱいいるんで、なんかまあいっぱいいるからいっぱいいるじゃないかっていう感じになるんですよね。だその少人数の政党ってのは個人的にはあんまいいイメージがなくて、でも正直なんかもう社民党とかってなんか地方議会にはいっぱいいるんだろうけど、国会議員の人数が少なすぎて、なんかもうその、もうあの箱推ししてないと、その、みずほ箱推ししてないと入れる気にならないですよね。吉田党首はなんかね、パッとしないしね、なんか見た感じですけど、
正直言って政治家が何をしてるのか僕は分からないですけどね、うん、ただ僕が覚えてるのは昔社会科見学で、僕は東京出身なんですけど、社会科見学で国会議事堂を見学してる時にバスに乗り込んできた某政界渡り鳥の男性議員のことは覚えてますけど、そのさっき言ったその労働組合、宗教系、新しい政党、関西人、これ以外にも僕はその少ない期間で渡り歩いてる、要は自民党に移った細野さんとか、そういうのも良くないと思ってる。だ最後に言うのは、その移りまくってるやつも俺は好きじゃない。だそうなるとなんかもう同じ政党何十年もいる人っていうのはその個人的には安心感があるん で自民党ってその一応その系統的にはそのちょっと55年体制っていうのがあって、でその第二政党第三政党っていうのは歴史が浅い政党が非常に多くて、公明党ですらこう分かれたりとかあるじゃないですか。で そうなるとその要は原田知世内閣とか細川内閣みたいな、その要はこうなんかそういう時代がありましたよね。でもその時も自民党っていうのはあったわけじゃないですか。だからそこら辺のブランドは僕は評価してるんですよ。まあ、そんなね、この怪しいやつに評価されて嬉しいのかは知らないけど、でも個人的ながらこれから何が言いたいかっていうと、これからね、公明党のとコラボすると嫌悪感を抱く世代っていうのが必ず有権思想に非常に増えてくるのが、まあ、さんはさっきから言ってて、だからもう本当公明党とコラボするのはちょっとやめてほしいですね。うん。で、個人的には、なんか連合とかと組んだ方が面白いんじゃないかなって思って、で、個人的には維新が関東に伸びてくるのも関西人が嫌いなんで嫌なんですよ。だからなんか大連立っていうのもありかなっていう、もう立憲国民自民っていう、連立にしてもいいんじゃないかなっていうことは、なんか素人ながら思ってますね。それ以上に、公明党が絡むのが嫌なんです。で、なんで、この公明党が嫌いかっていうのは、まあ、いろいろあるんですけど、その人間革命自体は素晴らしい思想だと思うんですよ。うん。そこは言っておきたいですけどね。うん。まあ、あとね、あれですね。やっぱり、その、関西人が嫌いっていうの。小池百合子も関西人だし。なんか東京風吹かしてますけどね、あいつ誰だよっていう、いねえだろっていう、青島幸男とかはね東京の人ですけど、まず関西のね、関西人じゃないかっていう、そうそうそう、だから関西人も好きじゃないか、維新も好きじゃないみたいな、まあでも、まあ、おときたちは個人的に嫌いっていうのもあるんですけど、そういうことを考えていくと結構その政党選びとかってマクロ的な視点でもミクロ的な視点でも語ることはできるんですよ。でも僕って被選挙権持ってる第一世代なんです。25歳の世代なんですけど、ただ僕らの世代って活動家が幅を利かせすぎてて、コラボとかの人みたくとかね、あとテレビにねワイモンドで出てるなんかね活動家の女とかに、ね、さっきワイドスクランブル見てて思ったんですけど、でそういうのばっかなんですよ。だからあえてのんぷりの感じでこうもっとこう発信する人が増えるだなと思うんですけど、そもそもそんなこと発信してるやつはのんぷりじゃないんですよ。いや本当に、でもでも無党派層ってすごい大きいと思うんで、個人的にはその公明党とコラボやめてほしいですね。コラボするの、うん、地方議会はねなんかもう無所属の方が多いのかもしれないけど、なんとか統計みたいな、だ仕方ないとこもあると思うんですけど、本当これから良くないと思うんですよね。その宗教系の政党が支持に入ってるっていう。で、あと、公明党の熱心に、その寄進、創価学会に、熱心に寄進してた世代っていうのも、そのうち年を取ってきて、で、模倣とかその、第2世代、第3世代にこう、移ってくるわけじゃないですか。で、そうなると、やっぱり下火してく、なってくると思うんで、それだけその人間革命のね、この旗を振ってる方、あの方もこうカリスマ性ってのはすごいわけで、やっぱりそのジャパネットも最近パッとしないじゃないですか。ジャパネットって言ってもなんか誰だこいつらってなるじゃないですか。で結局そのカリスマがいなくなっちゃうわけだから、しぼみになっていくとは思うんですよ。まあ、ただその若者の選挙に行く人数がこのまま少ないと、そういうその宗教の特定の宗教の信者とか、なんか余計なね、イデオロギーを持った人間だらけどね。で保守系は宗教系だし、
革新系は、なんか昔ながらのね、昔ながらのそのイデオロギーのその左翼のね、人たち、新左翼とかの系譜よりもっと前の人たちとかも、あと中核派とかね、いろいろいると思うんですけど、そういうなんかね、その右も左もその、イデオロギーを、特定のイデオロギーを持ったその人ばっかの、その高齢者層ばっかがその選挙に行くということは非常にまずいなと思うんで、ノンポリの若者がもっと選挙に行くべきだと思うんですけど、それを選挙に行こうって言ってる人たちは大体活動家なんですよ。その矛盾も困るなって思うんですけど、でもそれよりも与党に公明党が居座ってるっていうのも僕はすごい違和感を感じるんですよね。別に新党国家議連とか、神社本庁とかね、さっき言った日蓮清宗とかだと、普通にね、天台とか最澄とかね、武山派とかね、真言宗とか、宗教自体がそのあれなんですけど、やっぱその、キリスト教民衆党っていうその、ヨーロッパ的なその枠がないっていうのもあるかもしれないですけど、でもそれでも、でも国民みんなが創価学会を信仰してるわけじゃないじゃないですか。だから別にだから、何が言いたいかっていうと、仏教党とかね、まあなんか真理党みたいな話ですけど、仏教党とか神道党みたいなさ、あとキリスト教民主党みたいな、それもっと大でっかい看板掲げた、宗教制度がある分には別に構わないんですけど、新興宗教が、あれをパイプに、匙を握ってて、その選挙において大きなウェイトを占めるっていうのは非常に危ないなと思います。でね、本当にね、だからね、まあ、本当にね、若者はね、選挙に行くべきでと、だと思いますね。個人的には結構日本って僕好きなんですよね。まあ、なんでかっていうと、僕、病弱で いろんなとこ悪いんですよね。性格も含めてね。で、病院に行きまくってるんで、でも、すごい安くなるんですよ。だから個人的には、日本はまだね、いけると思うんですよ。まあ、俺がいけると思うっていう、何の根拠があるんだって話だけど、まだいけると思うんですよ、正直言って。で、この間ビルボードの、国際チャートにアイドル入ったっていうのは、結局日本語で歌を歌っても、聞いてもらえるっていうことなんで、YouTube で直再生突破みたいな。で、何が言いたいかっていうと、僕は日本の底力を信じてるからこそ、公明党は与党から下ろすべきだと思うんですね。で、これを言えるのが素晴らしいなと思う。日本の素晴らしいところだと思うんですね。で、僕は、こうして、こう、整然と顔立ちで公明党批判をしながら、創価学会批判しながら、こう言って、まあ、大丈夫なのかって思うかもしれないですけど、僕は無敵の人間なんで大丈夫なんですよ。で、どこにも属してないし、で、近所の住民には元から煙たがれてるので、全然大丈夫なんですよ。で、だからこう言ったわけなんですけど、だ僕もね、最近思ったんですよ。自分っていう人間が、なんで存在するのかっていう。存在意義は何なのって。でね、この間まあ、ちょっと話は変わるんですけど、大雨が降ったんですよね。で、その大雨が降った時に、僕は、真っ先に、うんこをした後に、川と崖を見に行ったんですよ。でもそれはなんでかっていうと、さっきの平然と顔出しで創価学会を批判した時みたく、無敵で失うものがないからなんですよ。で、なんかね、今日って、秋葉原の集団殺人事件から15年の日なんですね。で、そういうことをするんじゃなくて、顔出しで創価学会を批判したりとか、自民党に物申したりとか、蓮舫の髪型をディスったりとかね。関西人をディスったりとか、できるように、結局例えばお父さんとかお母さんが、川とかね、崖をこう見に行ったりすると危ないじゃないですか。ただ失うものはないからこう見に行って、あ、大丈夫でしたみたいな。地域密着 YouTuber みたいな。とか、なんか、崖の下に浮いてる人いないかなみたいな。こうチェックもしに行けないじゃないですか。だから僕はその秋葉原の事件みたいなことをするんじゃなくて、そういうなんかもっと公益に役に立つ、無職のね、あり方っていうのがあってと思って、正直言ってね、さっきワイドスクランブルを見てたって話をしたんですけども、あそこに偉そうに座ってる活動家上がりの同世代の何の仕事してるかわかんないやつよりも、
僕も無職っていう肩書きで、そこに座らしと、OS、アナウンサーとやり取りさせてもらったのが、まだ有益だと思いますね。はい。まあ、それだけ僕は活動家があんま好きじゃないんです。なんでかっていうと、活動家という名義で、食べていけてるからなんですよ。だね、それはね、非常に思いましたね。はい。だから、これを見てる、テレビ関係者の方がいたらね、僕無職っていう肩書きで、そこに置いてみてほしいですね。まあ、おすすめはアベマと東京 MX ですね。はい。あそこだったら戦う自信があります。